えとじゃあ逆にジギングっていうものがあります、まあ、オフショアジギング SLJ とかっていうものもあったりライトジギングとか、えーまあ、の普通のジギングとか,なんかスロージギングとか <laughs> ないろいろなジギングって、まあ、よく耳にしますよねで、まあ、その通りで結構ジギングって、あのー、やりきろうと思うと <laughs> タックルの方法が増えてきます <laughs> まあ個人的にはあのジギングは かなり好きなんで、いろいろ揃えてはいるんですけど、えー、それでもやっぱ4ついりますね。これ SLJ って言って、軽い軸使う。まあ、そういう感じのやつ。で、これ、まあ、ちょっと重めの、えー、どのぐらいかな。100から150まで使おうかっていう差を。で、150、これですね。これ150から230とかを使おうっていう差を。で、どれなのか、えー、これは、 250から300ちょいとかっていう風になんていうかなそのグラムごとにちょっと使い分けななかなかジギングっていうのは難しいんですよそれなぜかっていたら平らばまあさっきあの説明したんですけど平らばっていうのはえまあアクションがないのが特徴なんですよえ船から平らを落とす着底するでゆっくり巻くでこのゆっくり巻くっていうのが魚をこう寄せて 来るアクションになるんで、あんまりこう、なんでかな、竿に対して、あの、食い込みしか求められるものがないっていうのが、まあ、タイラバーの特徴ですね。なんで、まあ、あの、軽いものも、重いものも、全然問題なく使えるよっていうのが、タイラバーなんですけど、ジグってそういうわけにいかなくて、あの、着手、まあ、船からルアーを落とします。で、あの、海底にルアーがつく、着手します。で、そっから、 どどんどんしゃくり上げていかな,いといけないあのー、こうまあ竿を思いっきり弾いてでまあルアーに対して力を加えてで上にどんどん跳ね上げさせるようなアクションをするとかまああるいはゆっくり上へこうしゃくり上げてフォールで見せるとか結構その竿に対する負担っていうのがかかるツリーなんであのー、まあこれ例えば軽いルアーを使う。 今,今軽いルアーついてますけどこれこの竿オで今ここにあるようなこんな290300とかっていうルアーをしゃくれるかって言ったらしゃくれないとまあそういう意味でいろいろなこういうタックルは増えてきます。